もうバタバタバタっというもと日にちが経ってまあ本当に大きな会場で1万人近くの中で<ー>あの夜外で<ー> <laughs> 外の試合だったんです、すめちゃくちゃ寒くてもうあの息白いんですよ、リングの中で。っていうぐらいの状況でいろいろまあその時もあったんですけどアウェイの洗礼だったりが。 まあ、これ話したらもう明日になっちゃうんで <laughs> <laughs> 聞きたいけどね、うん。でもあの、うん、酸素がすごく薄いところだったんですねメキシコシティの近くでもう標高 2400m ぐらいのところなんで、うん、酸素がめちゃくちゃ薄くてっていうのは知ってたんで、うん、絶対高いところに連れて行かれるだろうっていうのは知ってたんで、うんうん、低酸素トレーニングとかは一応してたんですけどまあ実際動いたら。 もう足が重くて唇は紫だし <laughs> 人によっては高山病みたいになる <laughs> とこなんですけどそん中で奇跡的に勝ちまして <laughs> <それ S 1> もう判定でもうあの倒さないと勝てないと思ってたんですけど、うん、まあ判定でジャッジが2 3人いるんですけど。うん 二人メキシコ人で、一人アメリカ人なんですね。完全に。いいじゃないですか。な <laughs>、うん、もう黙ってても、一人は持ってかれると思ってたんで。うんうん、まあ、もう普通に考えたら、二対一とか、うん、いい試合しても。そうですね。かなと思ったんですけど、うね、もう。逆に二対一で勝って。なんでなんですか、ね。なんか、わかんないですけど。だったんだろう,うーん。 まあなんかでもすごい印象に残ってるのが、試合の何日か前に入るんですけど、いろんなイベントに呼ばれるんですね、もう練習させないように <laughs> <ー>。でまあ練習会場が用意されてなかったりとかもしてたんですけど、ある時同じホテルにとかなんかいたえとジャッジ、多分アメリカ人のジャッジだと思うんですけど、ご夫婦で来られてたんですね。うん、でその奥さんらしき人が 話しかけてきてあなたの試合を見に来たのよって言ってくれてまあそのね、確かにメキシコでやるって厳しいけどもうみんなあなたの試合を見に来てるんだから頑張ってみたいなことを言われた時によっし、ゃったるぞっていううん、嬉しいじゃないですかやっぱそんなことを敵地で言われると思ってなかったんでその時になんかいけんじゃないかなと思ったんですよね <laughs> <laughs> すごい。ですね、なんかそうやって、まあだから今となればですけど、まあアウェー連続でしたけど、まあ、そこで逆に勝てて、すごい自信になりましたね。うんうんやっぱアウェーのね、うん、負けはアウェーで取り返せたらもう最高。 ね、そのあと国内でいくら勝ってもやっぱアウェーで負けたしなって思うのとアウェーで取り返したって言ったらもう多分倍に自信がついたと思うんで本当です10分の時に、一か八かで出た自分を褒めてあげたい,<笑><笑>、ね、げたいですね。<laughs> <laughs> そこでね、ねやめときますって言ってたら今はないかもしれないですねあ本当ですね。うんうん それでそこからまたそっからまた3階級を取る試合を組んでもらって、うん、まあ3階級取ることができたんですね、うん、あのバンタム級で、うん、でかいところで、うんうん、で防衛戦もちゃんとして強い日本人の相手に防衛をしてきてで年に1回。 あのボクシングの業界で表彰式があるんですよ。あの年間優秀選手の表彰式があって、まあすごい名の,、ね、その名のあるチャンピオンたちがいっぱいいて、関係者もバーっといて、まあ、パーティーみたいな感じだったんですけど、その時に自分はあの女子の代表で挨拶しなきゃいけなかったんですよ。うんうんで まあその時その前に応援してくれた方がもう今3階級でしょとじゃあ5階級いけんじゃないっていう話をしてくれていやまたまたみたいな感じだったんですよでもよく考えてみてってさっきの話じゃないですけどチャンピオンにもなってない人もしくは今チャンピオンで1階級取った人が5階級やりますって言ってもみんな信じないというかいやいやいやってなるけど 3階級取ってるってことは、まあ、誰よりも、その当時4階級とかも見なかったんで、まあ、あの誰よりも近いはずだよって、で、ね、その言って別にできなかったら、殺されるわけでも何でもないじゃんていうのは、ね、自由というか、だったらもう、ね、言って、 盛り上げるっていうのも必要なんじゃないっていう話をされてたところだったんですよ。それはと応援されてる方。そうです。いつも応援してくれてる人で。応援る人はい。<ー>で、まあ、そんな話をしてた後に、まあ、その表彰式があって。もう、その時に、言えって言われたんです。<ー> <laughs> でまあ、自分の性格的に、でき、できるかどうかわかんないことを口に出すって、すごく嫌な。 方なんですねどっっちかってい責任責任感じゃないですけどやっぱり自分のね言動には責任を最大限取りたいタイプなので嫌だったんですけど、うん、まあそっか盛り上げるんだったらって、まあそっか別に死ぬわけじゃないしねって思って <laughs> <laughs> すごい緊張したんですけどあの5階級制覇狙いますって。 言ったんですよみんなの前でそ、うん、したらやっぱそのその会場にいるみんなの空気がガッと変わったんですね、うん、おみたいなやんのかみたいなどうしようしらけたらと思ったんですけど逆になんか期待の空気感というか、うん、もうなんかやれんじゃないみたいな感じだったのを自分がその目の当たりにした時にこれいけんじゃないかなって言って,言ってから。 思ってでまあね本当にできるかどうかは何の保証もないんですけどそれを言ったことによって自分に葉っぱがかかったというかなんかこう5階級やれるんじゃないかなっていうあれですよまだ4階級までいってないですよ。<laughs> <laughs> は5だと <laughs> そうでやっぱりその5を ゴールにすることによって4階級が通過点になるわけななんですよねのでもう4階級取っても全然自分の中でびっくりしなかったですし <laughs> まあ5階級取るからねみたいな感じ <laughs> <laughs> なのでまず一つ仕事終わったみたいな4階級取ってでまあ本当にそれで、まあ、3階級までは。 いた日本人いるんですけど4階級は日本人初ということで、うん、まあその割にはやっぱ女子なのであんまりニュースにならなかったんですけどテレビでもやらないですしもうでも自分の中では一つ大きい仕事をしたなっていう感じで一安心したところでまあうちの母親が亡くなってしまって本当に試合の5日後か。うん そんぐらいだったんですけど、で、ああ、なんかやっぱ、もうちょっとお世話できたらなとかっていろいろ考えたりはしたんですけど、もうね、亡くなってしまって、さて、なんかどうしようかなというか、思ったんですけど、まあ逆に言うと、のいつ母がどうなるかわからないっていう心配がなくなったので、まあちょっと気分転換も兼ねてアメリカに、 うん、半分遊びで半分ボクシングどんな感じなのかなと思って見に行こうと思って行ってみたんですね、うんうん、へえそしたらなんかそのアメリカがちょうど女子ボクシングが盛り上がり始めてる時で、うん、でやっぱねアメリカっていえ,えばもうボクシングすごいじゃないですか、うん、テレビとかでも華やかですしこんなとこでやれたらいいなってもうねそれまでは男子の 舞台っていうイメージだったんですけど今女子もやれてるんだっていうのを目の当たりにしてそこで5階級の先の目標がそこで、はい、アメリカでやってみたいっていうのは芽生えてまあやっぱりそれもきっかけ、ね、タイミングというか。 だったんですけど、まあ、そうなると今度はもう5階級がゴールじゃなくて、うん、アメリカがゴールになるので5階級も通過点になる、うん、多分やっぱりゴールをゴールとしてに向かうって、ね、やっぱり失速しがちというか、うん、その先にゴールを設定することで駆け抜けられるというかのかなっていう自分の中でもなんかその3階級で。 のの時時にっって言った時のなんかその快感じゃないけどなんか掴んだんですよねなんかそういう設定の仕方をなので本当にあの5階級もよし終わったみたいな感じでまあと取れたんですけどねなんかそのやっぱモチベーションとかもそんな下がらずに。 うん、まあ挑戦できて自分の中ではもう当たり前のように取れたっていうことでまあ大きいことではあるんですけど、うん、まだ自分の中で通過点っていう。すすごいですね <laughs> <laughs> ちょっと理解が追いつかない。なんか私よくあの藤岡さんの話をお友達とかもともするんですけど、はい藤岡さんってすごい人がいててって。ありがとうございます。プロボクサーで五階級制覇でってここまで言うとみんな理解ができないんですよね。ちょっと待って、プロボクサーまだいいんだけど、女子、女子で五回級でどういう意味で、それ無理そうですよね。なんか数字間違ってませんかみたいなこと。 ね、うん、狙い通りですね, <laughs> あね。それぐらいなんか本当超人というか的なことなんだけど通過点なんですねそうですね全然超人とかっていうふうには思ってないんですけどね自分の中では。それってさっきあのそういう強くなった自分を見てみたいってね、はい、おっしゃいましたけどなんかこう根底にあるなんか藤岡さんをこう。 前に進む動かし続けるものっていうのは、うん、そこなんですかボクシングでの,そのテクニック的な成長もそうなんですけどやっぱ人人間だったりとかいろんな、まあ、精神面とかの成長が止まんないように自分の中で常にこう考えてい、うん、けたらいいなっていうのは。 ありますね、うん、成長する自分をこうみ、うん、見てみたいという感じそうですね、走行にも興味ありますし、あとそれに周りも引っ張られて、後輩とか、背中見せていきたいなっていうのもあります、ねうん、本当ですよね。うん、関係ない、本当に関係ない、私さえも引っ張られますあ本当になんかこう勇気をもらううというか まああの後輩とかはね、でも、あのいや、もう年がとか言うと、おお、ちょっと、部長家の前でそれ言ったらいかんでしょみたいな、多分すごいやりづらいと思うんですけど、確かにやりにくい、不小せいにできないっていうね、言い訳1個減らされてる <laughs> <laughs> やりづらいだろうなと思いながらね<え>、<laughs> まだやめねえのかよって思ってるんだろうな。ねえ。え でもその人間としての成長っていうところでいくと、その世界線取る、一番最初に取る前の自分と今の自分で、一番のこう違いってどんなところかなと思われますうん,うーんなんかその強弱だったり、距離感だったりっていうのはやっぱ、ま、老化というかね、年の功というか <laughs>。 まあうっていうまあ、それって人間関係においてもあの共通するところあると思うんですけどまあ、距離感が大事だったりとか、ね、そういう強弱だったりまあ、タイミングだったりでいろいろそのボクシングと人生がリンクするところが自分の中では結構あるので面白いですね。なんかやっぱ ボクシングってリングの中では嘘つけないんですよ性格が出ちゃうんですねどうしてもううもうね人間切羽詰まるとそうなるじゃないですか向き出しでやらないとね向き出しだからうもう向き合ってるとだいたいこの人こ,こんな人なのかなみたいなのが分か,わ分かれて <laughs> <laughs> そうなんだうんやっぱ世界のリングに立ってその日本人ってこうまっすぐな のが好きじゃないですか、うん、もう正直にいくっていうもうそれだと世界で通用しないんですねやっぱずるさも必要だしうんうん,なんかそういうのはすごい海外で学びましたね。やっぱり、うん、あのねえステッパツマルドじゃないけど人間って出るじゃないですか。うん だからやっぱり人間性って常にリングの上でも降りてもやっぱりその自分に常に厳しくやってないと出ちゃうなっていうのもありますし、まあ、もちろんずるさも必要なので時にそういうずるさも必要ですけど、うんうん、やっぱりその向き合った時にあこいつは気持ちいいやつだなって思われるようなボクサーでいたいなっていう。 自分に嘘つけないというかね。うん、そうですねあと常にその相手をリスペクトするというかうんそういう気持ちも大事ですしね。あと感謝ですね。海外の選手と、はい、あの試合することは多いんですけどやっぱ来てくれないと。うんで軽量も ね、クリアしてくれななないいいと試合がでできないじゃないですか <laughs> やっぱり1人じゃできないことが、はい、もう山ほどあるので、うん、感謝の気持ちは、まあ、応援してくれてる方はもちろんそうですし、うんうん、周りで、ね、練習見てくれるトレーナーだったりとか、うん、練習してくれる相手だったりとか、まあ、感謝は忘れないようにしようと思いますね。 なんかこういううい質問はど,うどうですかあのトランジションを経験すると、はい、その前と後でなんかこで世界の見え方が少しこう変わるっていうのも、はい、のさっき、ね、山が小さい山だったなと思ったっておっしゃいましたけど <laughs> なんか他にもありますか,世界の見え方かっ選ぶときってどうしても安全な方だったりとか無難な方だったりとか自分ももう、ね、どっちかというとそっちを選びたい。 タイプですけど結局せめてどうなるかわからないっていうのを選択した方が強くなりますね。うん。多分失敗したとしてもあの絶対何かしらプラスになると思いますし逆に言うとそれプラスにしないともったいないなっていう自分はもう転んでもただで起きない。 っていうのだけはやりたいと思ってるんで、うんプラスにしたいですね。うん、なるんじゃなくて、うんうん、自分でプラスの力に変えたいですね。以前よりもその人生のチョイスというかが攻め攻めた方がいいなって思うようになられた？なりましたけど。 いざね、今じゃあ、どっちって言われたら、またやっぱりあーってなると思いますけど、<laughs> 結局、まあそうですね、厳しい方を選んだ方が、今までの経験上、よかったなっていうのはありますね。そうやって迷う自分もいるっていうことをこう、もちろんです。認めないとね弱い、<laughs> 弱いところも絶対あるんで、そこも大事ですよね。うん まあよく話すんですけど自分、試合の前ってみんな怖いと思うんですね。うん、負けるかもしれないじゃないですか倒れるかもしれない、うん、いろいろ怖くてビビるんですけど、まあ、あの試合の控え室ってみんなタコ部屋みたいな感じなんですよなのでもう常に人が出入りしててでうちのジムとかもあの応援してくれてる方多いんでみんな挨拶に来てくれるんですね。 そうすると一人でタオルかぶって集中するっていうことはできないんですよ。<ー>なので常に「ああどうも」みたいなあ「ありがとうございます」みたいな感じでいると「なんだお前いつもと変わんねえじゃねえか」みたいな「全然緊張してないな」みたいな言われるんですよ。本心は全然そんなことなかったんですけど <laughs> まあでもそうやって目に映るっていうことはもうそれがねその人にとっては藤岡の姿で。 であ逆にそっちの方がかっこいいなと思ったんですよ、うん、普段通り、うん、もう何,何にも動じない試合前だろうがでそれで試合淡々と勝ったらかっこいいじゃないですか、うん、でまあそれ、まあ、最初はすごいこう、まあ、演技というか虚勢を張ってやってたんですけど <laughs> だんだんまあそれが板についてきて、うん、それが普通になってきたんですねへえ<ー>。 そうするとやっぱお前違うなみたいになって、えー、そういうキャラを作るっていうのも、うん、でこ,うこっちが本物になってくるっていう、えー、それは毎試合意識してましたねへえー、もうそっから試合始まってるみたいな <laughs> 自分の中では <laughs> だからもう家から出たらもうあのその藤岡になりますねう 家出るまではもう、うん、プルプル震えてるんですけどそうなんだ分からない戦いがありますねそこにはね <laughs> にそうですねだ、うん、自,分自分との、まあ、戦いもあるというか本当ですね、うん、最後の質問はあのトランジション を今あの今このコロナをきっかけに迎え始めた人もたくさんいてあの、うん、私もそう人生相談を受けることが多いんですけど、はいまあ、こういうトランジションのとタイミングをどんなふうに生きるかっていうのはねみんな今悩んでるところかなと思うんで、うん、なんか藤岡さんなりのトランジションをよりよく生きるにはどういうあ<ー>うん、ありますかっていう自分の ちょっと先の未来の自分をイメージするというかどういういい人になりたいよくあの子供とかに夢の授業をやったりとかする時はみんなのかっこいい大人になってねって言うんですよ。かっこいい大人ってあの人によって違うじゃないですか、うんどうう。どういう人がかっこいい大人人によっては約束をちゃんと守る人だったり人の話をちゃんと聞いてあげられる人とか。 その痛みがちゃんとわかる人とか、何でもいいんで、その自分が思うかっこいい大人。になるために、今、生きてねっていう、頑張ってねっていう、楽しんでねっていう。ことをよく言うんですけど。まあ、どうしてもこう目の前のことしか見えなくなっちゃう時って、あると思うんですよね。うん、もちろん、その今、足元見ることもすごく大事なんですけど。 まあ将来どういう自分になりたいのかなっていうところを見るっていうのもいいのかなってたまに。うんうん、なので自分は今ねその最後の野望としてアメリカに行きたいっていうのがあるんですけどもちろん今で行けないんですけど、うん、じゃあそこで何もしないのっていうよりはやっぱその準備として、うん、今トレーニングを。 一時ジムも行けない時あったんですけどあのたまたま近所にそのフィジカルを見てくれるトレーナーがいたりとかしたんで今公園で練習してるたりとかトレーニングも <laughs> <laughs> なのでコロナ前よりトレーニング増えてるんでですよね<ー>で今ジムもちゃんと行けてるんで朝公園で練習して夕方ジムで練習してっていう二部練みたいな感じに。 なってるので体も変わってきましたしあのコロナ前より強くなってると思うんです。なので本当にちょっとしたことですけどやっぱ変えるとか確実に変わりますしなんかねただ悲観的になってても何もいい方向にはいかないのであのちょっと先の未来の自分のために今できること が必ずあるんじゃないかな。って思います。うん、本当ですね。はい。は,い、はい、ありがとうございます。あの質問は以上なんですが、ね、あの最後に話してみた感想を。ちょっと言い合って、おられればなと思います。はい、どうでしたか。そうですね。まあ改めて、あの自分の。まあ高校十年ぐらいの。やってきたことを振り返るような形だったんですけど。 うんまあ、本当に挑戦し続けてきてよかったなっていうのとやっぱりそういう実際の、ね、そういう体験、経験があるのでこれからもたとえボクシング引退したとしてもまた他のことで挑戦し続けられたらいいなっていうふうに思いました。すすすごい <laughs>、ね、<laughs> さらに次がまた見えてきそうです、ね、<laughs> そううででねね私は なんか藤岡さん自身だけで今の藤岡さんができてないっていうか、まあ、当たり前なんですけど周りの人たちとこう呼応しながら、はい、<laughs> あのこの掛け合いでねあの、はい、今の藤岡さんという存在がなんかこうだんだんできてきたんだなっていうのがこう伺えてなんか周りの人の強烈なか、ね、<laughs> <laughs> 圧強めな人多いんでね。<laughs> なんかその圧にね藤岡さん自身も、はい、ちょっと,ょっと乗ってねちょっとビビりながらもうるかが何か乗って,乗って、うん、ここまで来たんだっていう何かそれがすごいな圧のタイミングがすごいですよね,ね<ー>いいタイミングでいい圧をかけてくれる人たちも周りにいっぱいいるのでうん、はい、でもそれはなんでしょうねそれを藤岡さんが受け止めてくれると思うから てるんでしょうね。ねえ、言ってくれるんだと思いますけどね。うん、その圧の皆さんにも私からもな感謝を伝えたい気持ちになりました。はい、あの本当にまた試合見に行くの楽しみにぜひぜひ。ねアメリカでも行きたい。ですね。頑張りますなんとか。はい。応援したいと思い。みんであの試合が勝ったらみんなで応援に行くという。 よろしくお願いします。すね、ツアー組んでください。はい、あ、本当に組みたい。<laughs> <laughs> 組みたいな。はい、楽しみにしてますね。はい、じゃ、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃ、はい、今度は。